行ってくる。足元悪い雨の中、阪神レース場芝 1800URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。さあ、1番人気の紹介です。成田ブライアン、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、待機シャトル、注目の秋の三冠馬娘、オグリーキャップ、1枠1番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。オグリーキャップ先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは有田ブライアン、そしてその外から行ったのは待機シャトル、ハッピーミーク、続いている5番、追走、その後3番、外を回って13番、外を通りまして14番、そして外目をつきましてはジンボリルドルフ、1馬身離れてレイシングフラッシュ、そしてそのうちグラスワンダー、その外並んで16番、内には12番、18番、並んできた内10番、差がなくウォッカ、後方2番手に8番、4番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。オグリーキャップ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は依然オグリーキャップ、一馬身リード、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。オグリーキャップ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。成田ブライアン2番手につけ様子を見守る。オグリーキャップ、先頭はオグリーキャップ、これは強い。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはオグリーキャップ。グラスワンダー食らいついてゆく。追い上げて追加、まだ2馬身の後ろ、残り200、先頭は依然オグリーキャップ。オグリーキャップ足色は衰える。オグリーキャップリードは2馬身、追いすがるグラスワンダー。オグリーキャップ、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。オグリーキャップ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはグラスワンダー、3着に入ったのはシンボリルドルフ。よし、お腹が空いたな。